メディアとかでは健康とか若さとか成功を歌うんですよね。こういうものがある人は素晴らしいよ。SNS とかでずっとこれを見ていると、なんか自分がダメじゃないかと思っちゃうわけですよね。はい、おはようございます。明日はメンタルピンクの院長、マ生セルスです。本日は、安楽死をめぐるサブリミナルな効果というテーマでお話ししようと思います。あの 安楽死っていうのはですね、まあ自分苦痛があるがゆえにですね、自分で死を選ぶということですよね。で、まあ,あんら一言で安楽死って言ってもですね、いろんなタイプの、えー、ものがあるんですけども、今回はそれをですね、一回整理するとともに、こう自分自分の意思で言ってるように見せかけて、えー、実は周りに言わされているというパターンをですね、ちょっと列挙することで。 えー、なかなかねあの自分の意思だけではなかなか判断できないものっていうことを皆さんと共有したいなと思います。でまあ,あの精神科医なのでまあなんていうのかなよく日常の中でその人間の自由意志っていうものはああのないよみたいな話をよくしてますねだから甘えじゃないよとかうつは甘えじゃないよとか病気だよとかね あのやらないんじゃなくてできないんだよみたいな話はよくしてますね「will not と cannot は区別しないんだよ」とかよく言ってますけれどもどこまで僕らがですね自由意志があるのかっていうのは自由に自分たちで自分たちのことを決めれてるかっていうのは やはりよくわかんないんですよねどちらかというとあんまり決められてないんじゃないかっていうのが精神科医的な考え方なんですよだから僕らは無意識に支配されていてほとんど無意識のうちに決定されている意識が関与できるものなんてほとんどないんじゃないかというふうに考えるわけですよねだから一見自由意志で決めている自分の意志でそれを選択しているように見えてそうじゃないことっていうのが多いっていうのがまあ この問題にについいいてもそううななんじゃないかというふうに考えるわけですねで例えばですねあの殺人に関して言うとですね、まあ、自殺ほ助っていう罪があるんですよねだから自殺を援助する人たち自殺ほ助罪っていうのがありますね、えー、歌舞伎のねあの人が捕まってましたよねお父さんとお母さんにねあのお薬を与えてね。 自殺罪でしたねあとは嘱託殺人ってことですねだから私を殺してくださいっていうふうに言われて殺すのを嘱託殺人といって殺人罪ですあとは承諾殺人ですね、えー、あなたを殺してもいいですかはいわかりましたいいですよと言われて殺すパターンは、えー、承諾殺人といって罪になりますあとはあの相手の同意を得ずに殺すパターンですねそれ殺人罪ですねまああのえ一言でですね誰かを殺すといってもですね、えー まああここれぐらいい種類があるよということうですであの安楽死についてもですねいろいろあってですね例えば医師による自殺の援助ですね自殺ほ助のものをですね<ら> MAID メディカルアシスタンス・イン・ダイニングとか言うんですけども、えー、これも安楽死の一種ですねだから、えー、医師が苦しまないように患者さんにこう薬とかですね、えー、点滴を用意してあげる医師らですね医師。そして、えー 苦痛なく、えー、自殺が行われるこれは maid と言いますあとは積極的安楽死ですね、えー、自分でこう薬を飲むことはできない als の方ですね全身の筋肉が落ちていっていく a レスの方とかは自分の意思で飲めないかったりとか認知症の方とか飲めなかったりする場合がん、えー、の痛みが強すぎるとかで、えー、の場合は、えー 医師が解除してその毒物というかねあの亡くなるための薬を投与するこれ積極的安楽死とか言ったりしまは、まあ、中間には消極的安楽死という形で胃ろを作るのはしませんとか延命治療はしませんみたいなものもありますよね DNR とか呼ばれてるやつもありますねあとは食卓殺人ってやつですねこれはまあないんですけれども強、まあ、いて言えば「奪バステて山」とか「 昔である、ね、日本のウバステ山とかあと切腹もこれも、うん、承諾殺人じゃ承諾殺人かもしれないですね切腹しろとか言われてるだから家族のためとか職場のために、えー、自分が罪を背負う部下のために自分が罪を背負って腹を切る腹を切ることで、えー、家族とか部下は見逃してもらおうとする、まあ、切腹ですよねあと殺人だと死刑っていうのもまあ一つの見方でもあるしあと昔ねナチスナチス・ドイツがやってたねあの 虐殺ととかもあるなという感じですね、はい、でこっちが同意ありで,で同意なしで承諾殺人っていうのは「えー、殺してもいいですか?」と聞いてから殺されるんだけれども「あ,のあいいですよ」っていうパターンなんだけれどもそうやって本当に本人が思ってるのそれとも言わされてるんじゃないのっていうのが分かれるということです。でこの承諾殺人のような安楽死はあるんじゃないかっていうことが サブリミナルな効果でのあの安楽死の話ですよね。そもそも安楽死っていうネーミング自体がねサブリミナルですよね。なんかすごくこうフェアな言葉に聞こえるじゃないですか。尊厳死とかもね。うん、なんかうんまあそうっちゃそうかもしれないけど、やっぱりもうちょっとねなんかやっぱりあの医師による自殺包縛なんだな合法的な自殺包縛とかそういう言い方の方がまあなんかしっくりくるのかなって気もしましたね最近。うん じゃあどういうものがです、ね、サブリミナル効果を生むのかということですけども例えばです、ね、メディアとかでは健康とか若さとか成功を歌うんですよねこういうものがある人は素晴らしいよでもそうじゃないと素晴らしく素晴らしくないとは言わないけれども。 過剰にこれを宣伝することによって相対的に健康でない人たちとか若くない人たちとか成功していない人たちを貶めるような感覚がありますで、SNS とかでずっとこれを見ているとなんか自分がダメじゃないかと思っちゃうわけですよねあとは孤独とかね家族の愛がないとか、えー なんかまあそういうのだとまあだんだん自分はダメじゃないかとか思ってえやっぱり死んだ方がいいのかなとか思,思わされちゃう感じっていうのはありますよね。あとは自分で決めるべきだよとか迷惑をかけちゃいけないよねみたいなこうコメントだったりそういうメディアを見るとなんとなくこう知らず知らずのうちになんかこういう選択肢もあるのかなというふうに思,わ思えてしまう。 であとは老害とか集団自決とかそういう形でこうネガティブなことをまあ日々であのメディアで受けてるとこれもサブリミナルな意味で、えー、じゃゃあそうううなななななのかなとか D N R ののかかかとと DNR 方がいいのかなっていう風な思い思になっちゃうとで周りの自分はそう思わなくても周りの人がそう思ってくると今度はいや看護師さんがそう言うから私の家も DNR しとこうかなとかねそういう形になっちゃいますよね。うん でえあとはですねこういう動画を撮ると出てくるのは自分だったらどう自分だったらこれを選びたいとかそういう投稿ですよねこれもですねやっぱりプレッシャーを与えるなと思いますね自助会とかでも死にたいという投稿はあのえ自助会内でもですねあとコメント欄でも死にたいという投稿をさせてくれっていう人が多いんですよ。ででも言えることで 言えて安心するんだとそして自分たちが楽になれるんだだからあのや,やらないか言わせてくれっていう人がいるんだけれども言うことで自分はいいのかもしれないけど周りそこにいる本当もうちょっとね調子の悪い人がそ,のそういう情報を見続けることであもう死んじゃおうかなと思うこともあるわけですよね。だからエコーチャンバー的な形で あのだんだんそういう情報が煮詰まってくるとそれが日常化してくるとですねやっぱりそういう決断を選びやすくなっちゃうので、まあ、ウェルテル効果とかもそうですよね自殺報道芸能人の自殺報道を見てあこういうのもあるんだと言って自殺へのハードが下がっちゃうというのもあるので良、まあ、くないなと思いますね。うん だから、まあ、こういう迷惑をかけたくないなとか自分の意思で自分の人生を終わらせたいっていうのは、まあ、表現の自由だからいいじゃないかとか言われそうですけれどもまあ一方でこういう人たちのことが見えていないんじゃないかなというふうには僕は思いますね。それを言ったら増田のこの動画だってそうじゃないかとか言われそうですけどでもまあ,あのそういうことな気もしましたね。はい、だかからなんかこのの問題っていいうのはあの色々 今まで動画を撮ってきていく中で,でいろんなコメント欄を見ていく中であまりにも何かこう,うんまあ意見っていうか議論が成熟されてないなと思ったんですよねなので、まあ、ちょっと成熟させる上でもまたちょっとこういう補助線をですね今回用意したのでまた皆さんでいろいろ考えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。ここういういいとを考えていく中で、 特にサブリミナルな意味ですよね。だから社会とか世間とか常識で支配されてしまって自分のことを傷つけてると思うんですよね皆さんそれに気づけるともうちょっと自由になれるし常識から自由になり、えー、心の健康が良くなる人格的な成長が起きて不安や困難を乗り越えやすくなると思うので、えー、まあちょっと、えー、考えてもらったなと思います。で、はい、では以上でこの動画をあります。 えー、今回の宿題はですねこのサブリミナル効果ですね、えー、知らず知らずのうちに自分を傷つけている自分のことを無価値だと思わされているようなサブリミナル効果のあるものについて皆さん答えてみてください、えー、もしこの動画を見てよいと思ってくれた方はグッドボタンをチャンネル登録あっての方よろしくお願いしますではまた。